チャンネル。はい、あっチャンネル。今日のゲストは東京ダイナマイトのはちみつ二郎ちゃんです。どん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 。二郎ちゃん。はい。もう肝は座ったよ。腹は座ったか。はい。もうやるって決めて、やるって決めてもう座ったんだけど。はい、何を？肝。じゃあ何をやるって決めたんですか。日本武道館。それを言ってないじゃない。あ、そうか、日本武道館。日本武道館。日本武道館。はい。何したらいい？いやもうまず風邪をひかない。風邪ひかない。風邪ひかない。餅は食べてます？餅食べる。餅気をつける。あ、餅、あ、喉元旦、はいはい、2日、はい、一応もう蕎麦も気をつけましょうか。31日、蕎麦、蕎麦、蕎麦も、蕎麦も、はい、その3つでいいです。これですか。風邪ひかない。風邪ひかない、ま、一番が餅気をつけろ、蕎麦気をつけろ、蕎麦、私生活を気をつけるってことですね。そうです、はい、あの蕎麦のエビのね、あの尻尾気をつけてください。あ、いや、これ使う、使っちゃう、喉かってやっちゃうかもしれない。あ、刺さっちゃう、刺さっちゃう。エビの殻の食べたくても大好き、ちょっと前までにして、殻大好き、はい、はい、どうしましょう。で、あの鉄板ネタは後で LINE 送りますので、はい、教えてください。はい、はい、東京ダイナマイトのはちみつ二郎ちゃんでした。ありがとうございました。二郎ちゃん、ありがとう。